天皇と競馬吉川栄治5月5日には天皇賞レースがある淀競馬場は枠だろう日本のクラシックレースでも最長距離の力戦である天皇賞レースには御門章好きの盾が授与されるが陛下が競馬場へおいでになったことはないなぜだろうか側近の思案もあろうし陛下ご自身の好き嫌いもおありだろうもし 両陛下とも水嫌いでいらっしゃるならぜひ一度はご覧願いたいまた側近も考え直してほしいと思う明治天皇はよほど競馬がお好きであった春秋の横浜根岸競馬へは前後18回も行幸になった横浜中はロンドン市民がダービーに熱するみたいな他愛なさと国際色に雑踏するロボは確か オープンの三等立て馬車で道幅狭い相沢の貧民街も通っていくその両側に僕ら小学生も立ち並んだことがあるみんなで髪旗を打ち振るのがロボの車輪やお体にも触れるほどだった白い手袋とニコニコしたお顔が小学生や貧民街の人々や競馬ファンに応えていかれたああしたオープンな陛下の姿は以後 絶対に庶民の目かから遠ざかった思い出すとその日のみは陛下もファンのお一人だった明治天皇が分けても民情に通じておられたのも偶然ではない競馬は宮廷が最初の主催者である奈良町の文武帝に始まるというから仏教と前後して渡ったことかもしれぬ政務帝と光明皇后また代々の天皇東宮 上皇、女院藤坪の君などが群衆とともに笑みを並べて競馬を見るそんな絵画的想像も湧く分けて平安朝の末期には年表にも天皇皇后競馬を見たまうの項が随所に多い新生園の競馬仁和寺の競馬鴨の競馬時には苦行の定地でも都の王子でも臨時競馬をやった 全て直線コースで今の1200メートルぐらいがせいぜいであったらしい。騎手は長身たちだ。中には負けた悔しさに切腹したものもある。掛物貢の式というのが春と秋に宮中で行われる。天皇の前で負け組から勝ち組へ、罰として貢を贈る儀式である。あとはブレーとなり、 敵味方勝敗を忘れておおらかに飲み遊ぶ一体にその頃は賭け事をそう危険視や不潔視し,していなかったようである僧侶を相手に天皇が掛けごをしたりしておいでになるとにかく競馬場には素裸な庶民が終日退もなく渦巻いているエセ君子でなければこの中にも人間の真を見いだすであろう本来の人間とは なんと愛すべき生態で、そして無邪気なものか、いろいろな人間図、本能図、可憐なる家族図などもご覧になれることと思う。馬は見たまわずとも、一度はおいでになる価値はあろう。